い、皆さんこんにちは。榊篤でございます。土曜日のですね、4時回りました。郵便ポスト行ったらね、夕刊フジ届いてましてね、こんな見出し、これ何が起こったんかと思いますよね。内乱勃発やて、内乱なんか起こってへんでっていうことですけども、ザクザクにね、この記事が載ってますんで、皆さんこれ別にお買いにならなくても読めるんですね。1月22日の日付、昨日かなの日付でも、その日に出したらその日にザクザク出てるもんやもんね。やったらなんか買わへんわと思うけど、買ったら買ったで面白いんですよ。このザクザクには載ってない記事がいっぱい載ってるんでね。さて、その1月22日のザクザクに載ってる記事貼りませんからね、こんな、ね、これこんなん貼っても赤えらいことなんで、えらいことじゃならへんけど。反日暴挙キャラに、ムン大統領、東京五輪を出しに関係改善を強調、韓国メディア4年間の外交を批判と。何かと言いますと、ムン・ジェインさんね、もうここのところ支持率がガンガンガン落ちてきて、まあいろんな調査ありますけど、4割をほぼ切ってるという状態で、そのうち3割切るんちゃうかと思うんですけども、唯一成功してきたと言われている経貿易がですね、最近ちょっとおかしくなって、まあ今数字は落ち着いてきましたけどね。で、経済もですね、なんとなくよろしくなくなっているという状況でですね、まあサムソン去年までは、去年の、ね、第3四半期まで良かったんですけど、第4四半期の数字まもなく出ますけど、ちょっと落ちてるんちゃうかという感じがしますね。で、一番あかんのが外交なんですね。まあこの方、ムン・ジェインさんの外交の一番は、第一は何かと言いますと、その日本を叩くことではないんです、実は。北朝鮮と仲良くして、最終的に国家統一を成し遂げようっていうのは、この方の外交の最大の目標であって、どっちかというと日本ならどうでもいいところから出発してるんですね。ところが、それがまあうまくいきませんでですね、まあ、やってみはしたんですよ。北に出かけて行ってですね、ジョーン君に会ってニコニコ握手してですね、いろんな話をして、あるいはそのあれですね、パンムンジョンで反問店ですね、で会って握手をしたりとかしてみてですね、その2017年でしたっけね、シンガポールのトランプさんとジョンウン君の会談というもののお膳立てをしたというふうに本人は言ってるんですけど、あんまり関係なかったんですね。で、第2回目の会談もですね、お膳立てをしたと言ってるんですけど、実は双方に違うことを言うてですね、すっかり信頼を失ったということになってまして、双方から信用されていないって。だから2回目のハノイ会談以降ですね、2018年でしたからね、もうボロカスに言われてます。北からはボロカスに言われ、トランプさんからはあいつは信用できひんって各国首脳の前で公然と言われて、もう、まあ、で圧倒的にこう外交的な信頼感を国際社会で失ってるんですね。まあ、ただそのことをですね、愉快の大人さんの国内では認識されていないんですよ。というのは、愉快の大人さんの不思議なところはですね、自分たちにとって国全体として都合の悪いことはなるべく報道しないという風潮がございました。だからムン・ジェインさんが国際的な孤立を招いて、孤立しているというポジションにあるということに関してはですね、まあ与党系も野党系も含めてあんまり報道しないという事実があって、彼らはだから知らんのですよ。でも僕ら外国人は分かってるのは、あかんやん、あの人、あのさあかんやんっていうのは分かってるわけですね。で、その他ですね、国内の経済政策もあんまりうまくいってないというか、ほぼ失敗してる。一番失敗してるのは不動産ですね。マンションが高騰してるわけでして、いろんな方策を打ったんですけど、この方頭の中がお花畑の左翼なもんですから、その経済がどうも分かってらっしゃらないですね。だからこう規制をかけたら下がるやろうと思ったら逆に上がったりとかして、まあまあボコボコなんですよ。で、やばいことにですね、このちょっと軽い気持ちで多分なさったと思うんですけども、反日のいろいろなことですね、一番は徴用工判決を出させるための裁判官を交代させたんですね。あれ、パククネさん前任者がですね、出したくないと思っていた判断ですね、大法院の判断を出せって言ってですね、前の大法院の責任者を、まあ、罪を追及する逮捕
捕したんちゃうかな、あれ、クビにしたばかりが、あの逮捕して、なんか罪に問うてるわけですね。で、代わりに据えた裁判長、女性の、それまで全然前にやった裁判長がですね、大法院の判決を出してしまった。出してしまった限りにおいて、日本も逮捕せざるを得ないんで、まあ、それと関連ないと表向きは言ってますけども、輸出管理の強化というものが、2019年の7月に行われて、こんな許せへんっつって、もう大反日ボイコット運動が起こりました。で、まあ、それでですね、あの、まだそれが解決していないわけですね。で、その次に、去年、今年か今年に入ってから慰安婦に、慰安婦問題っていうのがあってですね、その慰安婦なんかおらへんかったんですけど、まあ、そういう名前で呼ばれてるんで私も使いますけども、それにお金払えという判決もまで出てしまって、それの被告は日本政府です。それでね、この方、あの、徴用工の判決出たときに、あれは三権、うちは三権分立やねんから、うちを口出しできへんねんとか、そういうこと言ってたわけですよ。そうね。ものすごいオリジナル三権分立なんですけど、で、最近になって、あの、困ったって言って、その、あの、徴用工判決ので差し押された資産が現金化されたらあかんとかって言い始めて、お前んとこ三権分立ちゃうのと思うんですけど、まあ、そうやってかなり追い詰められてるんですよ、このおっさん。追い詰められてて、それ何とかしよう何とかしようと思ってるんですけど、まあ日本はね、原則崩すわけにいかないんで、その突破口にしようとしてるのがどうやら東京五輪なわけですね。東京五輪という、こう、まあお祭りですからね、仮に開催できたとしたらですね、お祭りですから、そのお祭りの場に行ってですね、そこに、自分も出かけていってですね、そのお祭りの場で、なあなあなあって、これ祭りのないから、こう、ちょっともうちょっとこう話し合おうなと言うて、菅さんをうまくだまくらかしてですね、その2つの大きな問題をごまかそうというのが一つと、まあそれはまあまあサブなんですけども、一番は、キム・ジョンウン君も呼ぼうと。読んで、その場で話し合ってですね、誤解を解いてですね、俺がアメリカとの橋渡しまたしたるとかって言うてですね、バイデンにつないでですね、で、またいい顔しようという、実に虫のいいことを考えてるらしいんですね。その記事がこう載ってるわけですけども、まあ、僕らみたいなね、素人から見ててもね、あまりにも虫が良すぎて、あまりにもですね、リアリティがないっていうか、あまりにもうまくいかなさそうな話であって、もう絵に描いた餅も画兵、こんな虫のいい、都合が良すぎるような話で、まあ、めったにないです。でも、愉快な大人さんの国民性としてはね、何事も自分に一番都合のいいように考えるという国民性があってですね、そのすごいあれですよね、得意技ですよね、彼らにとって。なかなかだから、他の民族はね、そこまでね、都合よく、ご都合主義に物事を解釈できないんですけども、彼らは得意技でございまして。で、今回もですね、五輪で俺行ったんや、行って、その話しようやって。そもそもね、2、3年前までね、彼らはね、東京って汚染された街やから、選手団を送り込んだらあかんでぐらいのこと言ってたんですよ。来んなよ、それやったら。わざわざ来てほしいで言うてへんわ、こっちは、みたいな。来えへんかったらええやん、ボイコットしたらええやん、つって。で、ボイコットするせいへんもですね、外交カードになると思ってた節があるんですよ。日本からからしたら、別に原因、来とないやったら、これ来んといて来んといて、むしろ来たらといろんなトラブル送るかもわからんし、ええやん、というのが、日本国民大半の感触やと思うんですけど、そういうことは全く分かってないですね。自分たちは行ったるんやみたいなそういう気持ちでいらっしゃるわけですよね。だから行ったる、わざわざ行ってないから、こうやこうやっていう文句をつけるわけですけど、かなりこの意識の格差がありますね、我々と向こうの間で。で、今回もこのムン・ジェインさんはそういう、まあ、発想でですね、私はわざわざ行ってあげる、だから会談をしなさい、話し合いをしなさい、妥協をしなさい、譲歩しなさいと。で、ジョンウン君も呼んで、その場でこうね、外交的な晴れ舞台、この方あの典型的ポピュリストですからですね、この自分のところの国民にどう自分がかっこよく映るかって、それしか考えてないわけですね。まあだから小池さんとそこのところは全くよく似てます。全くよく似てます。大きな決断は何もできないし、大局観も何もないし、政治信条というものもですね、北とくっつくという以外の政治信条はないわけです。で、あるにもかかわらずですね、自分は目立っていたいし、かっこよくありたいしですね、国民の支持を仰ぎたいということでして、まあまあよく似てます。男小池っていうのまあよう知らんけど、ということでですね、そういうことを
ミオそんなうまくいかへんでという話をですね、この、まあ、勇敢夫人に暴かれてザクザクに乗せられてということになってます、まあでもこういうふうにね、そういうポジションで物事を言ってるのは本当ザクザク勇敢夫人ぐらいですね。あれまあ産経新聞もある意味それに近いかもわかりませんけど、まあ、大半の方はね、そこまでは踏み込んで考えていないし、ましてや愉快なお隣さんの国内でもですね、そこまでは見ていないねと。でも、だんだんムンさんの外交が行き詰まってるのは見えてきたような感じはしますね。あの、朝鮮オンラインとか中央日報見てますとですね、そういう感じがします。やっぱりどんどんかなりムンさん追い込まれてますね、国内的にはね。まあ、あと1年ちょっとでございますからですね、もう今やレイムダックでしょうけども、これからどうなさるのか、やや注目できますねというお話でした。これは、あの、貼りませんので、よろしければザクザク見ていただければすぐに分かると思います。反日暴挙キャラに、ムン大統領、東京五輪を出しに関係改善を強調、韓国メディア4年間の外交を批判というタイトルの記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。